こんにちは、生体ニコニコスタイルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みなのに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はですね、3回続いてですね、掃除機がけの、仕方をお伝えしてきたわけですが、今日はちょっとそのちょっと難しいバージョンといいますか、ちょっとより高度なバージョンですね。もう今までお伝えしたことですねはもう余裕ですと、もっと体を変えていきたい、もっと体を快適にしたいという人はですね、よりちょっと高度な内容でやっていかれると、より肩こりが奥の方から解消されますし、より肩こりが起きない体になっていきます。もうちょっと正確に言うと、肩こりが起きたとしてもすぐ解消される、そういう、すごい快適なんですね、体になっていきますので、ちょっと、この続きを、見てみてください。ではどういうふうにやっていくかと言いますと、まず掃除機がけをする前に一つ、メソッドを行いたいと、エクササイズを行いたいと思います。それはどういうエクササイズかというと、こういう肩をですね、後ろ回しにこういうふうにゆったりと、肩がこうゆったりと回るように回していく、こういうエクササイズです。前前上後ろ戻す、前上後ろ戻す、こういう風に肩をゆったりと、肩がゆったりと後ろ回転するように回してあげます。これだけですごくね、あの肩周りの、肩こりがですね、解消されますし、首のこりも楽になりますし、この胸の行き詰まりとかですね、こういうのも楽になって呼吸もしやすくなりますし、あとは背中がシュッとしてですね、綺麗になりますし、あとは肩がこう内に巻いてる人、これもそういう人もですね、こういう風にやっていかれると胸が開いてですね、肩もストンと落ちて肩こりも楽になりますし、あのこういう風に、まあこれ肩甲骨がこう動くようにしてるんですけども、肩甲骨はこの後ろにあるここの骨ですね、両側についてる骨ですね、これをこういう風に回してあげることで、肩甲骨の上に肩こり筋肉が乗っかってますので、肩甲骨はその下にありますから、肩甲骨がこう動かされることで、上にある筋肉も中からですね、こう動かされて、中からマッサージをされて、それであの肩こりが楽になっていきますので、まあ、このエクササイズをまずちょっと練習してみてください。ゆったりとこういう風に動かします。で、両方難しかったければ片方だけでまずは練習してもらってもいいです。で、これがある程度うまくいくようになりましたら、これでですね、掃除機がけをするわけです。で、どういう風にするのかというとですね、ちょっと見えないですね、下げますね、こんな感じで、まあ、普通はですね、今までお伝えした内容でやると、まあ、ここでしっかりお辞儀をして、全身を使いながら、かつ床面をしっかり捉えてですね、床から密着しながら肩甲骨からやる、ここまで OK だと思うので、ここからこのさっきのゆったりのですね、後ろ回転です。極端にやるとこうです。これをやりますと、さらに体の中から、ね、肩甲骨が動いてきてですね、もう掃除機かけとは言えないくらい、ね、もう運動なんですね。こうやっていくと、もう掃除機かけが掃除機かけじゃもうなくなってます。もう完全にこれはエクササイズです。で、初めはですね、いつもの掃除機かけよりも、ちょっとね、なんか、ちょっと疲れたぞってなるかもしれないですけど、そんだけ肩甲骨周りが全然、運動不足だっていうことです。運動不足なんで、ちょっと疲れたらすぐ出やすいですけども、こういう風に、じっくりかけてあげると、肩がですね、快適です。で、肩が快適になると、気分もですね、すごく良くなりますので、ぜひこの方法、ちょっともう足りないわ、という人はですね、この、ゆったり掃除機がけで、やってみてください。ということで、今日はですね、肩こりが解消して、さらに肩こりがすぐ、中身になってもすぐ解消する、肩こりにならない体質になるための、掃除機がけの方法ということで、お伝えしましたので、こういう高度な体を求めている方は、ぜひトライしてみてください。
ということで、本日もどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。